皆さんこんにちは、ふるさとの勝利です。今回は前回集めた枯れ木や枯れ草を燃やしていきます。広い裏庭があるおかげでここで枯れ草を燃やして草木灰にできます。枯れ草を燃やすにあたって事前に消防署への届け出が必須です。火事と間違われて通報という事態になりかねないので用心をしなければいけませんが、里山から白煙が立ち上る風景は生活の営みが感じられてついぼーっと見てしまいます。先ほどまで風が吹いていましたが、なんとか大丈夫そうです。最初は火をつけるにも苦労しましたが、今は随分と慣れました。最初にしっかり置き火を作っておくことで効率よく燃焼させることができます。こういう時に余った廃材が役立ったりします。最初に枯れ木や枯れ竹を燃やすことで火力をしっかりキープしておきます。火力が十分になってきたら順番に枯れ草を上からかぶせていきます。はじめはくすぶりますが下からちゃんと燃えてきてくれます。まずは枯れた竹たちから。あんまりないような気がしていたけれど、集めてみたら結構な量がありました。足元を見てみると小さなタンポポたちがちらほら。可愛いけどちょっと早すぎやしませんか？長い竹は燃やしやすい大きさに夫に切っていってもらいます。乾き切ったと思っていた落ち葉たちは数日前の雪でちょっと湿っていたみたいです。煙がもくもく出てきます。昨年の秋に草刈りをしたこの土手の枯れ草も集めておきます。ちなみにこの土手にあるのは全部お茶の木だそうです。新芽が出てくる頃、ここでお茶の葉を摘んで、自分たちでお茶にして飲んでいたそうです。やってみたいとは思いつつ、まだ手が出せてないお茶作り。
もう少しきれいに整えてお茶摘みはしてみたいですね。急斜面な土手なのでお茶を摘むのにかなり苦労しそうですが。煙が斜面を登ってきてかなり煙たい。この時は息を止めながらやってました。草を集めている最中にふとあるものを発見。ヘビの抜け殻。ヘビの抜け殻です。お守りとして持っていると金運が上がるとか言われているけど本当だろうか。妻はヘビが大の苦手なので近寄ってきません。昨年の秋頃、玄関の近くでヤマカガシを見つけたので彼の抜け殻かもしれません。先ほどまでの穏やかさが嘘のように突然風が強くなってきました。竹たちも暴れています。強い風の中だと怖いので今日はこの辺までにしておきます。本当はもうちょっと燃やしたかったけれど、安全第一ですね。草木が燃えていい沖ができてくると、ついお芋さんを入れたくなってしまいます。ああ、今日もお腹が空いてきました。風がかなり強くなってしまったので、燃やすのはこの辺で切り上げです。時間がまだあるので、前から気になっていた裏庭の南天の木を剪定します。かなり鬱蒼としてますね。ここの南天の木はあまり実がなっていません。かなり密になっているので、まずは根元から本数を減らしていきます。残す枝の本数が奇数になるようにしておきます。日本においては1、3、5、7などの奇数が縁起がいい数字とされています。国や文化によって
好まれる数字が違うというのもまた不思議な話ですよね。思ってた以上に過密になっていました。これは何点もさぞ苦しかったでしょう。さて、私はこちらの難点のお手入れをしておきます。こうして見るとモサモサしていて、なんだかモンスターみたい。間近で見ると結構枝がぎっしり。これでは難点さんも苦しかったでしょう。つやつやの青い葉っぱが見えてくると嬉しくなりますね。風や光が抜けるようになって、難点もどこか気持ちよさそう。混み合っている葉っぱを外して整えていきます。密になりすぎてかなり鬱蒼としていましたが、風でさやさやと揺れる葉が心地いいです。妻が剪定した難点はというと、こちらも気持ちよく整いました。さあ、お待ちかねのこのお時間。今日のお供はお餅。お正月にたくさん食べたけど、まだまだ食べ飽きないから不思議です。この辺りの地域では、年明けにどんど焼きという行事を行うのですが、皆さんがお住まいの地域では恒例の行事ってありますか？今日はそのどんど焼きでご近所の方から教えてもらったお手製の餅焼き器でお餅を焼いていきます。お手製とは言ってもかなりシンプルな構造ですが、
1.5 メートルくらいの竹の先に針金でフックをつけます。バーベキュー用の網に番線をくくりつけて吊るせるような状態にします。これずっと持ってなきゃいけないので、網の方に足をつけたらもっと楽にできそう。改良の余地ありですね。なんだか釣りをしているような気分。お、そろそろいい焦げ目がついてきたかな。あ、ちょっと膨らんできてる。はい、おいい焦げ目。いい焼き具合です。美味しそうな焦げ目がつきました。いい焦げ目がついたね。いい焦げ目がついてぷくぷくしてきたお餅たち、なんともかわいいですね。もういい感じだ。膨れてきたね。かわいい。そろそろかな。いいんじゃない。いい感じに焼けたお餅たちをお醤油にさっとくぐらせて、もう一度炭で焼きます。早く食べたくなる気持ちをぐっとこらえて、お餅さんたちがさらに美味しくなるのをじっと待ちます。ではお餅さんたち、いってらっしゃい。だんだん香ばしい香りがしてきました。お、ついに焼き上がったようです。もう大丈夫。おいしそう。早く食べたい。感じ。では。外で火に当たりながらお茶をいただく時間、至福の時ですね。香ばしく焼けていて最高です。言わずもがなですが、お醤油と海苔の相性が抜群です。縁側もいいけど、たまにはこうして火を囲むのも暖かくて気持ちいいですね。次こそは全部の落ち葉燃やしたいな。